いつもご覧いただきありがとうございます。今回も大谷翔平選手、ドジャースの最新情報をご紹介いたします。大谷に47号本塁打を打たれ、楽しい経験だったよ。相手先発、大谷翔平のホームランについての質問に淡々。何を言って欲しいのかわからない。時速190キロのライナー、打たれたカブス、ウィックスは何を感じた米大リーグ。 ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は11日日本時間12日に本拠地ドジャースタジアムで行われたシカゴ・カブス戦に1番指名打者で先発し初回の打席で宇宙間に47号そろ2回には48個目の盗塁を決め史上初の47本塁打48盗塁に到達したさらに本塁打は時速190キロで宇宙間スタンドにライナーで突き刺さる異次元弾 被弾した投手は大谷との対戦は素晴らしかった。楽しい経験だったよともうお手上げといった様子でその瞬間を振り返っている。大谷は初回、カブス先発サワンのジョーダン・ウィックスと対戦し、4球目、真ん中付近へのスライダーを捉えた。時速118.1マイル、約190キロ、飛距離405フィート、約123.4メートルという爆速のライナーが宇宙間スタンドへ飛び込んだ。この一発で大谷は、 2021年にマークした自己記録のシーズン46本塁打を更新。韓国の中心数、元レンジャーズが持つアジア出身選手の通算最多本塁打218本にも並んだ。カブスの地元局、マーキー・スポーツ・ネットワークは試合後、ロッカールームでのジョーダン・ウィックスのインタビューを紹介している。ウィックスは被弾について、オフスピードピッチの請求が少しうまくいかなかった。特に彼らのような優れたラインナップと対戦すれば。 彼らを称賛するよ私のミスをうまく利用してよくやったとお手上げと言った様子逆に称えるほどだったさらに大谷にやられてどうだったかという質問にも素晴らしかった楽しい経験だったよあれは真ん中低めのスライダーだった私に何を言ってほしいのかわからないけどと淡々と答えていた大谷翔平48盗塁に相手内野手もマジかよ 呆然のリアクションンにファンも思わず登場がっかりしてた大谷は第2打席でフォアボールを選んで出塁警戒される中でスタートを切りギリギリのところで今季48個目の盗塁をもぎ取ったタッチアウトを狙った相手ショートもセーフの判定に「マジかよ」とでも言うようにうなだれた大谷の47号ソロをきっかけに3者連続ホームランが飛び出すなどいきなりランダ戦の様相を呈した試合は2回。 5対2とドジャースが3点リードで大谷が2打席目を迎えた大谷はフォアボールを選んで出塁したワンアウト1塁でフリーマンが打席に立つと牽制球で警戒される中2球目と同時にスタートを切ったすかさず捕手も2塁に送球しショートのダンズビースワンソンがタッチアウトを狙ったがタッチを狙ったグラブは空を切りギリギリのところで大谷が今季48個目の盗塁を成功させた 審判が政府のジェスチャーを見せるとスワンソンは「嘘でしょ」と驚くようなリアクションを見せ肩を落とした中継を主張していたファンからは「早急は良かったからギリだったね」「今の際どかったね」など「肝を冷やした」といった声が上がったほかスワンソンのリアクションにスワンソンががっかりしてたわら「触れんかったか」と同情する声も寄せられた大谷翔平を鈴木誠也らカブスナインが支持表明。 歴史的 MVP に DH 仙人は関係ない大谷は前人未到の50本塁打50盗塁達成にカウントダウン状態だそんな中米メディアが注目しているのがナショナルリーグの MVP 争いメッツのフランシスコ・リンドーアが急浮上しているのだ個人成績で圧倒している大谷が過去に受賞者のいない DH 仙人であることが要因だという DH は MVP レースでマイナスなのか9日から11日 同10日から12日にドジャースと3連戦を戦った鈴木誠也外野手は中立のカブスナインがナショナルリーグの MVP 争いについて言及している個人成績は大谷の圧勝で50本塁打50盗塁達成が視野に入りチームも地区優勝へマジック11だ一方リンドーアは遊劇士としての総合力ワイルドカード争いを演じているチームへの貢献度が評価されている近年の MVP 投票で重視されているウォーでは BO は大谷がリーグ1位の7.2、リンドーは3位の6.5だが、FO はリンドはリーグトップの7.2で、大谷は2位の6.8だ。多くの米メディアは大谷が守備につかない DH 専任であることを接戦の原因に挙げている。DH 専任の MVP 受賞者は歴代ゼロだ。注目の MVP 争いにカブスナインが語っている。同学年で仲の良い鈴木誠也は、翔平は DH ですけど。 やっぱりホームランで盗塁をあそこまでしてとかっていうのはそれこそまた誰もができることではないですし盗塁は足が速ければできる技術があってできる人もいるかもしれないですけどホームランっていうのはパワーがあったりだとかいろいろな面でも難しいところもあるそういった意味ではもうちょっとで50本塁打50盗塁もできそうですしそこなのかなと強調その上で林道輪を絶賛し どっちになってもおかしくないんじゃないかなと思います」と名言を避けたクリスチャン・ベタンコートは「ポジションはどこであろうと」とプレーしていることに変わりはないからね打撃だけだろうと毎日フィールドに出なければならないそれは僕らと同じと即答一番打者のイアン・ハップは翔平が50本塁打50盗塁を達成したら彼を選ばない理由がなくなるリンドアは素晴らしいシーズンを送っているけど 大谷が一番人気なのには理由があるよねと指摘するとこう続けた大谷の生産性には文句のつけようがない今年は一刀流だけど50本塁打50盗塁は歴史的な偉業だ誰かが歴史を塗り替えたら僕らはそれをリスペクトして称えるべき遊劇手のダンスビースワンソンは DH が取るためには歴史的にかなりスペシャルでないとならないと思うけどそれを僕らは今まさに目撃していると思う DH は MVP になっちゃいけないとか中継ぎがサイ・ヤング賞を取ったらダメとかって100%のルールはない時に「僕らは誰がすごいと議論するのをやめてもっと感謝した方がいいと思う」と断言もっとも「自分に投票権があったらリンドアの可能性についてかなり吟味すると思う」と付け加えたヤンキース時代に大谷に2打席連発を食らっているジェームソン・タイヨンはピッチャーが MVP を取るのと同じ感じだと思う スペシシャルなシーズンでああるる必要があるそして大谷の50本塁打50盗塁はそれに値する守備をすることは大きな価値があるが彼があれだけ打っていたら守備は関係ないヤンキースのジャッジが DH でも MVP だと思うよと断言した9日の第一戦に3番手で登板したドルース・マイリーは確かに考慮すべきポイントではあると思うリンドアは毎日遊撃手をしながら成績を残しているわけだから でもそれと同時に投手である自分は大谷が肘のリハビリをしながら打撃をやっているという点を強調したいと語ると驚きの色を隠さない自分も含め多くの投手が経験がありその間は試合に出ずひたすらリハビリやトレーニングだけしかしないすごく野球と切り離された気分になるんだそれを大谷は毎日 DH で出ながら50本塁打50盗塁も達成しようとしていて 普通の選手には想像もできないことだとだ思う投手としてマウンドへ上がるためのリハビリをしながら打者をやるなんてどうやっているんだろうなんてクレイジーなんだって思わずにはいられないカブスナインは歴史的な偉業を達成しようとしている大谷の MVP 受賞を当然と考えているようだ敵地局が震え上がった大谷の総力瞬きしたらそこにいるんだ大谷は史上初の47本塁打 48投類に到達敵地放送局では元 MLB 選手の解説者が怖い映画を見ているみたいとあるシーンについて驚きを口にしていた初回に時速118.1マイル約190.1キロの弾丸ライナーの47号本塁打をかっ飛ばした大谷2回には足で見せたフォアボールで出塁すると3番フリーマンの打席でスタート保守もいい送球を見せたが滑り込んだ大谷の足が一瞬速く 二に成功これで今季48個目となり連続成功記録も25に伸ばしたカブス側の米イリノイ州地元放送局マーキー・スポーツネットワークの試合後番組ではホストを務めるコール・ライト氏が「この男はバットを振るたびステップするたび50本塁打50盗塁に近づいてきている」と前人未到の50本塁打50盗塁に大谷が肉薄していることについて触れた。 盗塁の映像が流されるとメッツなどで17年間プレーしたクリフ・フロイド氏が彼のペースはバカげていると驚きを持って言及現役時代に通算233本塁打148盗塁をマークしているコールライト氏は私たちはただ座っていてただ素早く瞬きしたら怖い映画を見ているみたいに行かないでって思ったらもう彼はそこにいるんだと表現した。 気づいたら先の類に進んでいる大谷についてまるでホラー映画のように感じているようだ。最後ままでごご覧いいただきありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録高評価コメントをよろしくお願いいたします。